ホブは、統合論において、主要部と密接な関係にあり、主要部を補って、句を完成させる、構成層。学校文法の保護もコンプラメントの訳語だが、異なる概念である。英語圏においても、言語学と学校文法の間で、定義、適用範囲が異なる。両者に共通するのは、コンプラメントは別の語句の意味を補うために必要な語句だということである。 本校では主に言語学におけるコンプラメント、すなわちホブについて述べる。ホブとは、項のうち主要部と同じくの内側にあるものを指す。X バー式型においては、主要部と補内部は姉妹関係にあり、共に X を成す。ホブは主要部によって選択され、その種類と数は主要部の性格によって決定する。一方、 不可部は主要部が選択する語句ではなく、随意的な要素である。X バー式型においては、上記の X と姉妹関係にあり、共に上位階層の X をなす。伝統的な学校文法においては、英語の基本文系のうち、第2文系の C が主格保護、第5文系の C が目的格保護と呼ばれる。この定義における保護は、 学校文法では広範囲にわたって用いられているが、現代言語学における、ほぶとは異なる用語である。生成文法では、主要部を補い、完成させる語句を補え部という。主要部が動詞なら、その目的語として機能している、名詞句が補い部の例として挙げられる。なお、主語名詞句と目的語名詞句は、共に主要部同士が選択する項であるが、主語は、通常、 ホブとはみなされない。また、名宿以外の句も補い部になれる。イコール非文名宿ザカウンターは、動詞ワイプットの意味を完成させるために必要であり、ザタブは、スコーワードの意味を完成させるために必要である。よって、ザカウンターとザタブはそれぞれホブである。X バー理論では、あらゆる種類の句に補い部が入るべき位置が存在する。主要部の性格により、ゼロ、 一つ、あるいは、複数のホブを取る。また、ホブは、名宿形容宿設置宿など、様々な形を取る。ホブそのものも区であり、その内部にも主要部ホブの構造が存在する。ザットや、ウェザーなどで導かれる節や、通不定施設の形になっているホブは、ホブンとも呼ばれる。その場合、ザットやウェザーは、ホブンの主要部であり、ホブン標識、または、 保文マーカーと呼ばれる。日本語では、例えば、僕は、ジョンがメアリーを愛していると思うの、と、が、保文マーカーで、ジョンがメアリーを愛しているとが保文である。なお、伝統文法において、動詞を多動し、自動詞に分類する方法は、あくまでも、目的語を取るかどうかの違いだけであり、ゼロホブイコール自動詞というわけではない。次の、各例ではそれぞれ、という句において、 シャジが主要部、太字が補内部である。ホブの内部が主要部ホブという多重構造になっているものもあるが、ここでは一階層分のみ示す。ウォントやビリーブなどのように、ホブが異なる種類の句になることもあるが、ホブの数そのものは変わらない。VP。スペック V。V コンプ。VP スタディズフィジークと NPS チューデフィジクを X バー式型で比較すると、接点のラベルは異なるものの、基本的に同じツリー構造を持っている。VP, NP。スペック v スペック n フェーズ v n p デッド、NPP。スタディーズフィジーク、エースチ s ーデント P。PNP。オブフィジーク、次の各例では、ャジが主要部、が補い部である。深部。 いわゆる就職語は、随意的に、気なまする語句であり、ほぶではない。句の形そのものからは、ほぶか、かぶかが判断しにくいこともあるが、省略可能かどうかということが一つの目安になる。以下は、それぞれ A の社字部分がかぶである。それを取り除いた B も非文ではないため、句や文を完成させるためには不要であることがわかる。全知識はしばしば、 深部として用いられることがあるが、ホブになることもある。以下、社字が、深部、太字が補い部である。後者を除くと非分になる。ホブによっては、省略が可能である。しかし、その場合でも、深部に比べて、主要部との密接性が高いという特徴がある。それは、X バー式型において、ホブが、深部よりも内側にあるという解析と合致する。 以下の例では、二つの全知識のうち、オブバイオロジーが名詞、スチューデントの本質的な要素を表しており、ウィズブロンドヘアは、付随的な要素である。すなわち、前者の方が主要ブ名詞との密接性が高く、X バー構造でも近い位置にある。そのため、二つの全知識の順番を入れ替えると非分になる。また、ホブとフカブは、 X バー式型で異なる階層にある構成素なので、遠い接続することはできない。主語項も補い部とみなす立場もある。その場合、ホブと項が同義になる。次の例における HE と C は、サブジェクトコンプラメント、ザカウンターとザタブは、オブジェクトコンプラメントとして区別されるが、それぞれ主格保護と目的格保護とは意味が異なることに注意。さらに講義では、 別の表現を完成させるために必要な表現はすべてホブとみなす立場もある。この解釈によるホブはこうである必要さえない。ありがとうございます。